韓国からやってまいりましたが、基本プロとしての野球経験というのはこのアメリカで築き上げたという秀吉です。高校卒業してすぐにアメリカに渡りました。まあ、触れ込みですと150キロ台のストレートを投げ、あとはツーシーム、スライダー、チェンジアップ、まあ、本格派の右腕と聞いています。先日中日とのオープン戦で2番手投げて、この時には3イニングを1安打無失点と抑えていました。早速、まあ、フォアボールで出塁させた本田、これを盗塁させました。もう低めストレートか、決まりました。138キロ。去年は柳田とは当たったんですか？去年は当たらなかったと思います。当たらなかったですか、はい。150キロまっすぐ、空振り三振です。今年からは、まあ、今まで縁のなかったロッテの監督です。ストライク、見逃し三振、ロッテのコーチです。相手をお伺いしたいんですが、何か気になるところとかはここまであったりしますか？今日は特に見当たらないですね。ここも今ちょっと落として、今もチェンジアップなんですかね。チェンジアップですかね。4回の表三振であっさりと3人で片付けました。去年の日本一チーム相手にここまで好投というイデウン、4回まで0対0。かっこいいですもんね。そうなんですよ、はあ、小林力さんのようにイケメンの、イデウンですんで、まあ、女性を中心に球団へのなんか問い合わせが結構来てるそうで、今日7日のこのソフトバンク戦先発に合わせてグッズがもう販売をされているという今日です。5回の表もノーヒットに抑えました。中軸を三者凡退です。